ボンジュー、皆様こんにちは。ブラマニのガクです。今日はですね、この子グレイシー・シャンテリーさんを使ってですね、ラディエンス・ニリューのですね、回答の動画を行わせていただきたいと思います。このですね、ブライスさんの頭を開けるという回答の作業なんですけど、例えばですね、髪をシャンプーしたりですね、ちょっとずれてる目線を直したりですね、あとちょっとまぶたをね、上に上げてみたり、簡単なね、カスタムをする上で、ね、とても重要な過程ですのでね、一緒に、ラディエンスリニューの回答の方、やっていきましょう。まずですね、作業を始める前にですね、このブライスさんの顔ですとかね、メイクが取れてしまわないようにですね、作業する台の上には柔らかい布ですとかね、例えばタオルなんか敷くのを忘れないように気をつけてくださいね。まずですね、はじめに用意するのがこのような小さめのドライバーのセットですね。またですね、頭部のですね、バネを取るのに使う小さめのピンセットのようなものがあれば、便利ですね。では、早速、回答の方、行っていきたいと思います。作業を始める前にですね、この子の長い髪、邪魔になってしまいますのでね、軽く、ゴムなんかで止めてですね、作業をしやすいように髪上げといてくださいね。このような感じですね。では早速ですね、後頭部のバネ取っていきます。はい、取れました。見えますでしょうか。ピンセットですとかね、ドライバー、ちっちゃなドライバーなんかで簡単に取れますのでね。次にですね、こちら後頭部の3つのネジ外していきます。こちらのネジ外すときなんですけど、ドライバーね、大中小といろいろなサイズがありますけど、このね、ネジ山が潰れないようにですね、このドライバー、ネジ山に合った形のドライバー使うようにしてくださいね。じゃないと後々ですね、このネジ山潰れてしまいましてですね、ネジ使えなくなりますのでね、その辺気をつけてくださいね。はい、3つ目、このように外れました。見えますでしょうか。もうね、このような感じで簡単に、ラディエンスリニューさんね、頭皮取れるようになってますのでね。外したネジ、なくしやすいですのでね、何かちっちゃな、このような感じの入れ物に入れといて脇に寄せていただくと、なくさないで済みますのでね。次にですね、このボディとですね、ヘッド。外す作業に入ります。その時にですね、ここの脇にですね、ドライバーなんかを入れてですね、外す方法もあるんですけど、この方法ですとですね、この顔の脇にですね、傷がついてしまう恐れがあるので、できればですね、ちょっと厚めの布なんかでですね、体を包んでいただいて、このように、顔、横顔を持っていただいて、てこの要領でですね、体を揺らしていただくとですね、このように見えますでしょうか。顔と、顔の間に隙間が空いてですね、外しやすく、このように簡単に外すことができますのでね。もしどうしても外れないような時は、このようにですね、マイナスドライバーですね、なんかでこじ開けることも可能なんですけど、できればやめた方がいいですね。ここにガタガタ傷がついてしまいますのでね。はい、見えますでしょうか。このようにですね、体とですね、頭部後半がですね、分離することができました。頭部前後に分かれますのでね、体と頭部が分かれたらですね、このようにですね、次にですね、ラディエンスリニューはですね、こちら、頭皮とですね、頭皮を止める、プラスチックのパーツがありまして、この4箇所にも、ネジがついてますのでね、こちらもすべて外してしまってください。4つ目でですね、こちらのプラスチックのパーツ、このように簡単に剥がれますのでね。まあ、シャンプーするときにですね、わざわざ外す必要もないんですけど、外さないでですね、シャンプーした場合、この中に水が溜まってね、季節によってはカビが生えたりしますのでね、できれば外してからですね、頭皮のシャンプーを行った方がいいんではないかなと、個人的には思っております。次にですね、こちら、
アイギミックの方ですね、分解していきたいと思います。あと例えばですね、頭皮をシャンプーするだけであればここまでする必要はありませんのでね、アイギミックはですね、例えばまぶたを上げたい、目線を直したい、あとは例えば目のね、アイですね、アイのカラーを交換したいですとかね、ちょこっとカスタム進めたいなという場合にアイギミックの分解必要になりますのでね、では早速行っていきたいと思います。アイギミック、まずですね、こちらのネジを外します。外したらこっちのネジもですね、なくさないようにこちらに入れときます。でですね、こちらのパーツ、こちらですね、目を留めていたプラスチックのパーツも外してしまいます。その後ですね、マイナスドライバーですね、マイナスドライバーを使ってですね、こちらの頭部とですね、アイギミックの間にマイナスドライバーを滑り込ませるようにして、ちょっとですね、力を加えて、テコの分量でですね、このようにスポッとアイギミック外すことが簡単にできます。またですね、うちのグレイシーさん、愛のですね、目線がですね、上下左右、なんていうんですかね、左右上下ちょっとずれてる感じがしたので、今回はですね、こちらのアイギミックを外して、目線の修正も一緒に行っていきたいと思います。この場合もですね、アイギミック外すのはこちらにですね、目とですね、まぶたとアイのパーツの間に、マイナスドライバーを滑り込ませて、またテコの分量でこのようにスポッと簡単に外せますのでね。で、一旦外して、また戻して、このような感じで、まぶたとですね、アイの部品を分解してみました。アイの目線ですね、目線を直すときにですね、このパーツですね、若干温めていただいて、目線を直す感じになります。はい。では皆様見えますでしょうか？このようにですね、ネオブライスさん、回答の方、行わせていただきました。この後ですね、例えば髪をシャンプーしたりですね、まぶたを上げたり、目線を修正したり、例えばですね、お顔をちょっと削ってね、自分なりのカスタムをしたりですね、いろいろな方向にですね、作業を進めることができますのでね、ここからですね、いろいろやっていきたいと思います。今回はですね、この頭皮のシャンプーとですね、目線が若干ずれているので、目線修正の方、行いたいと思います。はい、では早速ですね、先ほど外したこちらですね、グレイシーさんの頭皮のシャンプーの方をしていきたいと思います。今回僕がですね、用意したのはこちらですね、ハンドソープ、あとですね、仕上げに使う柔軟剤、あと比較的目の粗い櫛ですね、を用意しました。まずですね、頭皮を洗うためのこちらの洗剤なんですけど、一番いいのはウィッグ用のシャンプーですね、が一番いいんですけど、わざわざね、買ったりですね、するの結構大変ですのでね、刺激の少ない中性洗剤とかハンドソープで十分ですのでね。またですね、仕上げに使う柔軟剤なんですけど、僕海外なのでね、日本で売ってるものよくわからないんですけど、おしゃれ着洗いの、比較的ね、高級おしゃれ着洗い用の柔軟剤なんかがあれば十分かと思います。では早速ですね、この頭皮水に浸していきます。そこにですね、僕はですね、直接ハンドソープを入れてしまって、泡立てとですね、この中でよくあまり揉み洗いしないでですね、比較的優しい感じで洗ってくださいね。そしたらですね、目の洗い櫛でですね、ブライスさんの髪を少しずつほぐして溶かしていきます。見えますでしょうか？このようにですね、裾の下の方からですね、優しく上に向かって溶かすような感じで洗っていってください。くれぐれもですね、力任せに引っ張ったりですね、乱暴に扱わないように、余計ね、髪質悪くなってしまいますのでね、なるべくですね、水の中で流れに沿ってですね、優しく優しくこのように溶かすようにしてあげてください。
できればですね、水の温度は熱すぎずぬるすぎず、ぬるま湯ぐらいでちょうどいいんではないでしょうかね。だんだんこのようにね、串通りも良くなってきますのでね。ではこっからこのような感じで汚れがある程度取れたらすすいでいきます。はい、また見えますでしょうか。最終的にですね、このように抜け毛、このような感じで出てしまいましたけどね、まあこれはもうしょうがないので、このままもうね、捨ててしまってください。はい、それではこのようにですね、綺麗にすすいでいただいて、すすぎが終わったら、このような綺麗な感じの紙になりますね。最後の仕上げにですね、柔軟剤入れていきます。柔軟剤の量はですね、普段の洗濯で使う分量の半分ぐらい、そんなたくさん入れなくても大丈夫ですのでね、髪を優しくコーティングする役目ですのでね、もし足りないようでしたら、アゾンさんのミストオイルなんかもね、後から付け加えることができますのでね、あまり気になされないように、入れすぎないように気をつけてくださいね。このような感じで、優しく浸す形になります。皆様見えますでしょうか。シャンプーが終わりました。このようにね、比較的滑らかな、きらびやかな髪に戻ってますね。これからですね、お湯パーマの準備に入ります。まずですね、お湯パーマの準備に入る前にですね、乾いたタオルでですね、軽く水気を取っていただきます。はい、ではこれからですね、お湯パーマの準備に入りたいと思います。まずですね、お湯パーマをする前にですね、前髪とですね、後ろのロングのヘアをですね、境目がしっかり分かるように、このようにですね、分けておきます。見えますでしょうか。分けましたらですね、まず混ざらないように、このようなピンで軽く留めていただきます。その後ですね、この後ろのロングの部分ですね、後ろ髪脇の部分を軽く溶かしていただいてですね、この子グレイシーさんですね、そんなにしっかりしたパーマの子ではないので、今回はですね、緩めのお湯パーマにしようと思ってますので、まず簡単にですね、このように2つに分けます。2つに分けましたらですね、それぞれ軽く溶かしていただいて、これをですね、また2つに軽く分けていただきまして、この2つをですね、それぞれ三つ編みをしていきます。このようにですね、三つ編みする前に軽く溶かしていただいて、それをまた三つ編みにするために3等分に分けますね。三つ編みこれからしていくんですが、三つ編みの高さなんですけどね、ここまで三つ編みしますと比較的上の方までふわゆるパーマがかかりますし、真ん中より下ですとね、裾の方だけふわゆるパーマがかかる感じになりますのでね、高さはそれぞれご自分の好みで調整してくださいね。では早速三つ編みしていきます。で、裾の方まで行きましたら、軽くですね、このようにゴムで留めていただきます。で、次の方もですね、蓋さん軽く溶かしていただいて、これをさらに3つに分けます。で、ここからまた三つ編みしていきますね。はい、2本目できました。反対側もですね、同じように、2つに分けて、このようにですね、軽く溶かしていただいて、それぞれ三つ編みをしていきます。最後ですね、こちらも3つに分けて三つ編みしていきます。
またですね、この子のようにこのように前髪のあるタイプの子は前髪がね内側にくるっと巻くようにですね、あのパーマをする必要がありますのでね、そういう場合はこのようなですね、あのパーマのロット、小さなねあのミニパーマ用のロットを使って前髪を巻いていきます。このようにですね、巻きやすいように髪に挟んでですね、このようにくるくると巻いていきます。軽めで大丈夫ですのでね、あまりきつくすると前髪クリンクリンになっちゃいますのでね、気をつけてくださいね。見えますでしょうか、このようにね前髪が軽く巻けましたし、お湯パーマの準備整いました。はい、では早速お湯パーマの方に入っていきたいと思います。まずですね、用意するのがこちら、沸騰したお湯とですね、それを薄める水を用意します。こちらの器にですねお湯を入れていきまして、まあこちら沸騰したお湯なのでね、やけどしないように気をつけてくださいね。でこちらをですね少しずつ水で薄めていきます。なぜかと言いますとですね、沸騰したお水に直接ですね、ブライスさんの頭皮をつけてしまうとサランが縮んでしまったりね、あの頭皮のを痛めますのでね、くれぐれも気をつけてくださいね。で温度なんですけど、こちらの温度ですね、手で触ってみてちょっと熱いぐらいの温度がちょうどいいと思います。沸騰したお湯ですとね、こちらのサランとか頭皮傷ついてしまいますのでね、ぬるすぎず熱すぎない、そういった感じの温度を適当にですねお湯と水で調節してみてください。そうしましたらですね、こちらの頭皮入れていきます。このような感じですね、このような感じかな。このままですね、約5分くらいお湯につけておきます。でお湯パーマをしている時にですね、同時にですねこちらの愛のですね目線の高さを修正していきます。ラディエンスリニューの顔型になってからですね、若干目がガチャ目のブライスさんが多くなってですね、こちらですね比較的簡単に目線の修正できますのでね、早速お湯パーマのついでにやっていこうと思います。まずですねこちらの目のパーツですね、この芯を外していきます。このように簡単に外れますのでね、この芯がですね若干ずれてるのが原因でですね、目線のずれが起こっているので、この芯をですねお湯パーマのお湯にこのようにつけてしまいます。でしばらく待って芯が温かくなったら再度ですね目をつけて高さの調節をしていきます。はい、それではですねいい具合に頭皮が温まりましたので、頭皮をですねお湯から出してですね、軽くタオルで水気を拭き取ります。そうしましたらですね、これをですねこの頭皮をですねこのようなジップロック、ビニール袋でもいいんですけどね、ビニール袋に入れまして、これをですねすぐですね冷凍庫に、冷蔵庫でなくて冷凍庫ですねに凍らせるわけじゃないんですけどね、これを凍る前、この髪の熱が冷めてですね冷えるぐらいまで冷凍庫に保管します。このお湯、温かいお湯からですね冷たい冷凍庫に移るという過程でですね、髪に癖がつきやすくなりますのでね、熱いところから冷たいところの温度差によって髪に癖が定着しやすくなりますのでね、またですね、もしもうちょっと簡単なのはですね、このお湯の隣にですね氷水を用意してですね、お湯から直接氷水に入れても同じような効果が得られると思います。はい、それではですねこちら愛のパーツがですねいい具合に温まりましたので、部品にですね、目をはめて戻していきます。ちょうどねこの芯の部分が温まっているのでね、目線がですねこのように真正面から見ていただいて、まっすぐになるようにこのようにですね上下左右にひねっていただくことによって、この温まったプラスチックのパーツがですね冷める間にですねいい具合に目線がまっすぐにこのようにですね戻っていきますのでね、手で修正しながらですね
戻していってみてください。比較的簡単にできますのでね。で、修正が済んだらですね、たびたびですね、このようにまぶたに戻してですね、本当に高さが合ってるかどうか、このように自分で確認してみてくださいね。で、もしね、また合ってないようであれば、もう一度ね、お湯に芯の棒の方をつけてですね、再度調節して、目の高さを合わせるようにしてくださいね。こんなもんかな。はい、見えますでしょうか。先ほどね、お湯パーマをして温かくして、その後ですね、冷凍庫で冷やした頭皮がこのような感じになります。まだね、濡れて水分がだいぶついてますのでね、このまま自然乾燥させて乾いたらですね、こちらのゴム取っていただいて、お湯パーマの方の結果見てみたいと思います。はい、それではですね、頭皮の方が1日経ちまして、このようにね、すっかり乾きましたので、分解したブライスさんの方に戻していきたいと思います。はい、ではこのようにですね、すっかり元のグレイシーさんに戻りました。そうしましたらですね、この後はですね、パーマのゴムをほどいていきます。前髪もいい感じにくるんと丸まってますね。見えますでしょうか。編んだ三つ編みを一束ずつほどいていきます。はい、このような感じでですね、ふわゆるパーマかかりました。いかがですかね、うちのグレイシーさん。なかなかね、可愛い子に仕上がったんではないでしょうかね。軽くですね、このように溶かしてあげまして、最後にですね、こちらの仕上げにですね、アゾンさんのドールオイルミストの方をですね、たっぷり髪の方にかけてあげます。はい、このような感じでですね、ふわゆるパーマ出来上がりました。どうですかね。はい、それではグレイシーさん、シャンプーしてあげましてですね、オリジナルのデフォのアウトフィットに着替えさせてみました。いかがでしょうかね。箱から出した後ですね、前髪が直線的でですね、ちょっとやぼったい感じだったんですけどね、このように軽く前髪癖をつけてあげると、このようにすごく可愛く変身しますしね。またですね、絡まっていた後ろ髪の方もですね、このように艶やかなね、ふわゆるパーマが戻っておりますのでね、箱から出してあげたらぜひ一度軽くシャンプーしてあげることをおすすめいたします。そのですね、シャンプー後にですね、髪が乾いたらこちらですね、先ほども紹介したのですが、アゾンさんのドールオイルミスト、本当にね、おすすめですのでね、シャンプーしなくてもですね、ちょっと髪扱いづらいなと思ったお人形があったらですね、こちらのオイルミスト髪に軽く吹きかけてあげるとですね、本当にスタイリングしやすい、扱いやすい子に生まれ変わりますのでね、本当におすすめの一品です。またですね、目線の方も見えますでしょうかね。このようにね、箱から出してあげた時は比較的ちょっとガチャ目と言いますかね、ちょっと下向きの暗い感じの表情の子だったんですけどね、ちょっと目線を修正するだけでこのようにね、表情の明るい、ちょっとね、品のある子に生まれ変わりますのでね、ぜひ目線の修正も簡単ですのでね、ぜひトライしてみてください。もしわからないことがありましたらね、質問いただければ僕のわかる範囲で質問にお答えしますのでね、ぜひコメント欄に何か感想ですとかね、質問いただければ時間があるときお答えいたしますのでね。はい、それではですね、今回ブライスさんの回答、
シャンプーフワイルパーマの動画いかがだったでしょうか。ちょっとねすごく尺の長いビデオになってしまって申し訳ないなと思ったんですけどね、ここまで長い間お付き合いしてくださり本当にありがとうございます。この次はですね、怪盗シャンプーフワイルパーマとですね3つそれぞれ短い動画でまとめてまたね再度あの動画の方を制作しようと思っておりますのでね、それまではこちらの動画を見て参考にしていただければ光栄です。またですね、こちらのブラマニ YouTube チャンネルの登録者数がですね本当にありがたいことに400が超えまして、もうすでにですねもうすぐ500を超えようとしているところです。本当にねこちらの YouTube チャンネル始めたばかりでね、こんなに皆様のたくさんの方々にね応援いただけて本当に感謝の気持ちでいっぱいです。これからもねぜひ頑張りますのでね、まだこちらのブラマニ YouTube チャンネルのですね登録の方まだの方がいらっしゃいましたら、この辺にね番組登録のボタンですとか出てる場合がございますので、ぜひ番組登録をお願いいたします。またねこちらの動画を見て少しでもいいね良かったなと思ってくださる方がありましたら、グッドボタンですとかねコメント欄に感想いただければ本当に動画の制作の励みになりますのでよろしくお願いいたします。それでは、ブラマニのガクでした。オーバーボアー。